どうも、こんばんは、エヌです。今回は東京グールリインボーク第8回占領戦が開幕しましたということで、僕はグール側なので、グール勢の皆さんよろしくお願いします。というわけで今回は、駆逐で佐々木敗星を駆逐せよ、死神敗星ですね、純徳と敗星が駆逐に登場しています。人間側はオールが登場していましたね。では今回この A に挑戦していきたいと思います。使っていくパーティーはこんな感じですね。まあ、相手何してくるかは分かんないので、とりあえず耐久戦ということで、相手がね水属性なんで強い木属性を多めに入れて、まあオールなんですけど、こいつね回避を無効にするんですよ。であいつがまあ性能通りいけば回避してくると思うんで、まあガードもするんですけど、回避してくると思うんで一応オール入れてますけど、まあ多分オールはすぐぶっ飛ばされるんじゃないかなと、予想してます。でいつも通りエトですね、エト、このプレミアムのエトね、ロックしとこう。エトで攻撃力下げて出血させて、サイコで味方に防御バフをかけてという感じです。まあ、西尾パイセンと、アモンさんはまあ最後ね、もしだよ、もし前衛が吹っ飛ばされて、まあ後がなくなった時に、まあ、最後の城としてね肉壁になってもらおうかなと思います。まあ、西尾パイセンの耐久どうなんだろうな、よくわかんねえ。防御力のあれよくわかんない、基準がよ。うるせえんだよ、ちょっと喋りすぎか。じゃあとりあえずやっていきましょう。麻痺無効かなあいつ。まあ、いつも通り全員で殴ってまずはブレイクさせる。こことりあえず死神でブレイクさせて、でまあとりあえずワンターン目はあれだね、オールで出血をさせていきましょう。まあ、ガンガン削ってね。っていうかまさかさ、このタイミングでさ駆逐でこの2人が来るとは思わなかったんだよ。まあ、現環境トップクラスのこの2人じゃないですか。まあ、ここで投入してくるとは思わなかったですね。さあ何してくる、殴るスキルで 1.5 倍と敵前 0.8 倍のダメージ。攻撃に武器耐久値下げるのはない。防御力 0.1 倍、防御力 0.1 倍って何、それ俺の、今って今何されたんだ、多分俺だよな。じゃあここはどうしようかな。まあ、ハイセで殴ってスキル溜まるけど打たずにエトで、あれを下げなきゃいけないのか。だからとりあえずオールでブレイクする感じで、さあ頼むぜエト。もう駆逐戦はさ、俺のパーティーでいうとエトとサイコにかかってるからね。サイコ、オーケー。オール下げてもいいか、別にダメージ食らってるわけじゃないからいいか。さあ何してくる、流血状態、しかも敵前衛、敵前衛攻撃1倍のダメージ、敵前衛の防御力 0.1 倍。また来たか、これ毎ターン打たないとやばいな。じゃあこれあれなんだろうか、防御力上げてデバフ食らったら上書きされるよね、さすがに。でも防御力アップついてんだよな。あ、防御力 0.1 倍ついてない、これどういうこと、オールにはついてる。てか出血がいて、ドイツか下げるけど最高かな。とりあえず出血してるから死神を出して耐久するか。変われ最高のスキルを2回打って、回復したい。あと3ターン、これ結構きついな。防御力を下げてくんのがまあまあきついっちゃきついが、
粛でお願いします。最高死なしたくはないから出血して日誌をパイセンを出すか前に。俺あれなんだよ、日誌をパイセン使うの初めてなんだよな。いや西尾パイセンのあれだね、カグネクソかっけえな。え敵単体へ。お待ってくれ。おい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 、もう出番終わり。一回もスキル打っててないんだけど。え待って、あれあいつなんで炎属性になってんの。あれ俺よく見てなかったわ。俺自分の持ってるキャラの属性見てたけど、こいつ駆逐では炎属性なの。完全に下手こいた。完全に下手こいたんだがこれ今気づいたわ。なんかめっちゃ食らうなと思ったんだよな。マジそれやべえやん。あアモンさん、アモンさん死んじまうぞこれ。ちょっと待ってよ、これ一回アモンさん出してみるか。じゃあ援護する。マジか、やられたな。まあでも素が硬いからさ。でまあでもその代わりあれか、死神ハイセが、まあ、強くなってるから。じゃあこれあれだね、死神ハイセには死神ハイセをぶつけるんだよってやつだねこれ。化け物には化け物をぶつける理論でいくと、死神ハイセには死神ハイセをぶつけるんだね。属性的にも有利だし、避けるしガードするし。でもこれ最古と、あでもダメか、最古が死んじゃうな。2人だけでいけるかなって一瞬思ったけどダメですね。ちょ待って、俺西尾パイセンのスキル打ちたかったのに、こいつ何気熟練度60なんだぞ。こいつでもね、あの有馬、断罪有馬みたいに最後の一旦で何してくるか分かんないから。まあ、あいつの場合は残りの AP 全部使ってバカでけえ攻撃打ってきたけど、とりあえず削れるだけ削って、つかアモンさんどんだけスキル打つの。熟練の 100% にしてアタックポイントが上がる固有スキルを発動させるとめちゃめちゃ打てるな。ドン引きだわ。んで最後サイコ打って締めと、やることはやった。まあでも毎ターン、おお、でガードしっかりしていく。下げられたところでもう打ってこない人スキル、はい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 、なるほどね。まあ、ちょっと属性が変わってんのには度肝抜かれたけど、完全に水属性やと思ってた。はい、ということでね、あこれ熟練度 100% になってるのサイコとオロチだけか。 RE のねキャラクター、せっかくさインボケやってんだから RE のキャラクターをさ、まあ積極的に使っていきたい。だからそろそろこいつらを 100% にしたいんだけどな。ということで今回は、駆逐佐々木ハイセイ、死神ハイセイですねの駆逐 A でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。